どうも皆さんこんにちは、絆あかりです。ガチャ回していきます。目標はルリンチちゃんホーム5です。まさか水着ガチャ前にこんな爆弾放り込まれるとは思ってませんでした。これは絶対ホーム5にしたいから、ここで全力で回します。今年の水着の大きい欲しかったな。うだうだ言ってても始まらねえ。こうなったら絶対にロリンチちゃんホーム5にしてやる。まずは予備服からぶち込んでやるぜ。行くぞそういえば皆さん、福袋はどうでしたか？私は金時引きました。本当はキングプロテアとサーマちゃんが欲しかったのですが、なかなか悪くない引きだったと思います。多分地味に欲しかったレジライもつけたのも嬉しい。まあそれ以上にニコ生で発表された新情報で嬉しさ限界突破しましたが、10年プラス1回生還、コマンドカード強化、特別サイリンといろいろありましたが、特に驚いたのが7機の新サバのグレポ追加でしたね。イアソン、ガレス、バーソロミュー、チュンキュー、シャムロットあたりが一層待ってた人も多かったのではないでしょうか。それらがまさかのグレポ召喚でゲットできると聞いてテンション上がった人はかなり多かったでしょうね。まあその実装されたサバの中にとんでもないレスフォーム使うやつがいましたけど、去年しかり言って周回環境が大きく変わったと思ったのに、今年も環境を変えていくのか。まあマーリンのスカビ孔明を持ってない方にはありがたいだろうし、いいことですよね。サーバントライダー、いろいろあって2代目になったダヴィンチちゃんだ。前の私より頼りないかもしれないけど、私を華麗に使いこなしてね、マスター君。あーかわいい。こんなめっちゃかわいい娘を水にガチャ前に実装しやがって、運営絶対許さない。ありがとう。かわいいな、本当にな。ダヴィンチちゃん参上、今日も元気に始めちゃおう。おひょー、一昨年の年末から実装されるのずっと待ってたよ。それじゃあ堪能したし、フォーム重ねるために頑張って回していきますぞい。オーグレベル5ですね。まあ年後のすり抜けじゃないので、やったね。
ぜ。よし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 、上手ペースだ。このペースなら5時5まであっという間だぜ。勝てる勝てるぞ、この勝負。5ですね。集会ではいつもお世話になってます。これからもよろしくです。お、次こそお兄ちゃんかな。アサシン、ホーグレベルに。まあまあまあ、一度切り抜けでもいいし、次あたりそろそろお兄ちゃんかな。さんのホーグナさんですね。ホームレベルさん。
て。そろそろ3人目が来ないと公務が気にしない。だから頼む。ああ、何をやっているんだろう。私は別に公務後にしなくても運用に支障はないのに、なんでこんな苦しいガチャを。それでは皆さん、次は水着イベントでお会いしましょう。まったねー。